ドナウエス神ン,ンは、ドイツ南西部のバーデンビュルテンベルク州に属し、バーデン地方にあるシュバルツバルトの中に位置する町。ドナウエ神ン,ンとも表記される。1900年のドナウエス神ン,ン。現在も、ほぼこの絵と同じ風景が広がるドナウ川の始まりの、町として知られる。フュルステンベルク港によって長年収められた。町には、上館があり、この庭のほとりに、ドナウの泉と呼ばれる。 小さな泉があり、ここがドナウ川の源泉ということになっている。彫刻によって飾られ、観光名所ともなっているが、しかし実際には主流であり、地理学上のドナウ川の源泉とはみなされない。本当の源泉は、源流ブレク川の源泉である。ドナウ川の名称は、この町の外れにおいて源流であるブレク川とブリガフ派、川が合流した地点より初めてその名が生まれる。また、 市街地から離れた近郊には、ウニペルスの泉と呼ばれるもう一つの源泉があり、こちらは、湧水量も豊富で、ドナウエシ神原市街地の飲用水として、長らく利用された。現在でも水汲み場と食浴用の看板が立っている。音楽に関わりの深い街であり、かつては、モーツァルトやリストが、フィルステンベルク港の城へ訪れ、音楽会を催した。現在は、 現代音楽祭として、世界的に有名なドナウエスンゲン音楽祭が、毎年10月に開かれている。ヨアヒムツーフィルステンベルク公尺殿下、国際記念馬術大会が、毎年夏に開催される。障害物飛び越し、4頭立て馬車走行、ババ馬場馬術が競われる模様。地場産業として、フィルステンベルク公の名を冠したビール工場がある。ありがとうございます。